今週もやってまいりました、エクスアームのお時間でございます。今回はね、第2話ということでね、1話に引き続き、もうめちゃくちゃ面白かったですね。まあ、正直、1話はですね、もう正直あれ初めて見た時はもう脳天のハンマーでぶん殴られたぐらいの衝撃があったので、まあ、それに比べちゃうとちょっと抑えめではあったんですけれども、それでもね、もう状況を逸したぐらいね、いろんな場面が、もう全場面面白かったので、ちょっとね、話して、ストーリーをね、振り返りながら感想を話していきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで第2話ですけれどもね、冒頭からですね、まあ、第1話であったところからスタートするんですよね。もうこの絵はですね、もう分かったからと、もう第2話ですね、開幕からもう10秒ぐらいこの絵なんですよね。もうこれはいいと、ついてくれという感じなんですけれども、話的にはアキラがその警視庁のね、エクスアーム対策課に、拉致されたというか連れてこられてしまって、まあ、そっからいろいろ話聞くと、エクスアーム回収とか破壊とかがいるんだぞという話を聞かされるっていうところから話は始まってくるんですけれどもね。もうね、アキラの、この、なんだろう、精神世界みたいな、この全裸カット、本当に、もういらないっす、もう。この第2話でも、第1話の時からそうだったんですけれども、このアキラのね、この真正面を向いたね、絵がね、もう全体のもう1割ぐらいはずっとこの絵なんですよ。もう本当に、これ引きかアップかでずっと描かれるんですよね。はい。で、安定のオープニング。オープニングね、やっぱ改めて見て面白いですね。最後の集合写真が特に面白くて、この、なんだろう、この全員の浮き感というかね、一人だけ変な方向を向いてるし、こんな集合写真面白いの他にあるかなってぐらいなんですけれども。で、今回の話は、自爆テロが発生した、まあ、そうでね。で、その自爆テロをどうにか対処するって話になるんですけれどもね。まあ、そのテロを起こしたやつが、クサーム保持者っていうことで、まあ、それをどうにかしていくと。うん、で、まあ、結構、なんか宗教感強めというか、なんか神の、なんか先兵になったのです、みたいな話が入ってきて、その先兵になった人が自爆テロ、人間爆弾みたいになって爆発していくみたいなね。で、それを止めていくみたいな話なんですけれどもね。うん。開幕自爆テロが街で起こるんですよね。で、その自爆テロが起きた現場に急行する、みなみちゃんたちみたいな、ところから話が始まってくるんですけれども、まあ、ここでですね、まあ、今回の、まあ、キーマンとなってくる、まあ、ストレートチルドレンの子供と遭遇するんですね。なんか、ストレートチルドレンの子供が、パトロイドって呼ばれる、なんかロボットとね、喧嘩してるシーンがね、ここ15秒ぐらいずっとね、殴る蹴るをずっと続けてるシーンがあって、ここめちゃくちゃ面白いんですけれども、まあ、こんなところが、映ってね、まあ、みなみちゃんが、女の子と会話をするんですよね。何してたのみたいなくだりとか。うん。で、そこでいろいろ事情を聞いていくんですけれども、なんか、なかなか要領がつかめないというか。で、ここのシーンもね、安定の、左が手書き、右が 3D。まあ、左のね、2D キャラが、今回のゲストキャラだから、今回は手書きだけ。で、右の、みなみちゃんは、レギュラーキャラだから 3D モデルが存在する。安定の、同じ画面に入っちゃうと圧倒的違和感があるっていうね。てかもう左のなんかこの子供めっちゃ良くないですか？普通に描けるじゃんみたいな思ったんですけれどもね。うん。だったんですけれどもね。ここのシーンもそうなんですけれども、結構全体的に、手書きのキャラクターって、めちゃくちゃカクカク動くんですよね。これはもうマジで一回ね見てもらわないとわかんないと思うんですけれども、すごい信じられないぐらいカクカク動くんですよ。割とどんなアニメでも違和感なくね、動くじゃないですか、キャラクターって。でもこのアニメ、手書きのキャラクターになったら、とんでもなくカクカク動くんですよね。ちょっとあれ、こいつだけ細送りされてねえかみたいな感じの動きになるのめちゃくちゃ面白かったですね。で、今回演出がまた面白くて、結構画面分割とか、画面スライドとか対応してくるんですよね、場面転換するときに。これがめちゃくちゃなんか安っぽい作りになっていて、うん。あれなんか、これなんかフリーのソフトでもできそうだなみたいな、なんか画面のつなぎ方してくるんですよね。これがすごく頻繁に起こっちゃって、すごく面白かったですね。画面分割していろんなキャラクターが一つの画面に同時に登場するんですけれども、全部のキャラクターも、顔面ね、目ガン開きして、もうサイコパスみたいな顔になってるんで、すごい面白いんですよね。一つの画面に全キャラが、総集結しちゃうと。で、ここでですね、とうとう、真打ち登場ということで、アルマが登場してくるんですね。うん。
でですね、アルマがなんか、体のなんか調整していたかなんだかで、登場が遅れてきたんですけれども、でなんかですね、アキラの能力が限定的に解除できるようで、それには、ミナミのなんか遺伝子が必要っていうことで、この登場してきたアルマがね、いきなりミナミとキスをするっていうシーンが、ここ、めちゃくちゃ面白いんですけれども、アルマとね、このミナミちゃんがキスをする。キスをした瞬間に、謎の光でね、そのキスシーン隠されちゃうんですけれどもね。まあこの、謎の光で隠されたまま、まあ次のカットでアキラの全裸股間が光で隠されるシーンに映るっていうね、これもう奇跡のカット、これ謎の光で口隠しながら次の場面ではそのまま股間隠すっていうね、すごいな考えた人はと思ったんですけれども、でそんな感じで、遺伝子をゲットしたことによってアキラの能力が限定解除されて、なんかいろいろ強くなったよみたいな、うん、でアキラとアルマがね同期して行くみたいな下りになるんですけれども、同期するとですね、まあ、前回言い忘れたんですけれども、声がね、二重になるんですよね。アキラの声優さんと、アルマの声優さんの声が同じセリフをね、同時に発声するっていうことで、被って聞こえるんですよね。うん、これがまた面白くて、まあ、ドラゴンボールのゴジータみたいな感じで、あんな感じの声になるんですよね。これもね、割と面白くてね、ちょっと前回言い忘れたんですけれどもね。はい。まあ、そんなところで A パート終わってアイキャッチ。やっぱりアイキャッチの絵がね、最高にいい。この絵で見たかった。まあ、とうとうですね、今回の犯人を見つけたっていうことで、そいつを追い詰めていくっていう過程に入っていきます。今回の犯人は神父をね、装っていたみたいな人物で、彼はですね、なんか、世界を新しく作り直すとか言って、人々をね、洗脳していったんですよね。で、人々にですね、刻印というのを植え付けて、その植え付けられた人は、なんか自爆してしまうと、エクサームの力でね。うん、神の先兵となって自爆テロを引き起こしていく、道具になっていくっていう、話の流れだったんですけれども、まあ、そんな人々が集結するね、教会に突入するっていうシーン、まあ、今回の第2の一番の、目玉のアクションシーンがここでね、描かれてくるんですけれども、まあ、この、アクションシーンがもう最高に面白かったんですけれども、まあ、突入をしましてですね、男二人が、ま、銃撃戦を開始するんですね。他の信徒の方々と、していくんですけれども、この戦闘シーンが、なんかですね、残像が発生するんですよね。うん。キャラクターがめちゃくちゃ速く動いたりとか、敵と味方、相手と自分で、なんか体感速度が変わってくると、なんか残像が、出てくるみたいな演出ってあるじゃないですか。スピード感の違いで。まあ、それが今回演出として入っていたんですけれども、みんな等倍で動いてますからね。なぜ、この残像が発生してるのかがマジで謎すぎたんですけれども、まあ、基本的に残像が出てくるようなね、このアクションシーンだったんですけど、マジでよくわかんなかったんですよ。なぜ残像が出ているのかと。逆に、すごいもっさり動くんですけれどもね、皆さん。で、アルマがですね、教会のなんかステンドグラスぶち破って潜入してくるんですけれども、ここめちゃくちゃダイナミックな動きでね、もう顔面は真顔でね、ここもめちゃくちゃ面白い。基本銃撃戦でございますので、銃がね、パンパン撃たれるんですけれども、いや、今回ね、音も良かったですね。うん。銃の音が、なんか世界一安い銃の音みたいな感じがして、なんかね、パシュン、パシュンみたいなね。パシュン、パシュンみたいな。うん。なんか昔、ほんとね、小さい頃買った、めちゃくちゃ安いエアガンの音みたいな感じの音するんですよね。いや、すごい面白かったですね、この音が。で、全体的に 3D モデルはひどいんですけれども、特に、みなみちゃんがあんま良くなくて、今回もね、みなみちゃんは、最初に出てきたストリートチルドレンの子が、このね、教会にもいて、その子をね、撃たなきゃいけないというね、シーンで、この葛藤が描かれてくるんですけれども、顔面のアップになったとしても、この 3D モデルでございますので、もうとんでもなく顔が最高なんですよね。目見開きですし、表情も特に変化しないですし、特に葛藤なんかも、出てこないんですよ、顔には。そういうとこもね、なんか、みなみちゃんがすごいサイコキャラみたいな感じに見えてきて、これもまた良かったですね。なんかヘリで逃げているということで、そいつを追い詰めて、ヘリでのね、なんかチェイスが始まるんですけれども、このヘリもね、なかなか独特なデザインで、まあ、なんかヘリがあって、その下になんかみなみちゃんとアルマが、
なんか騎乗してるみたいな、なんかすごい、形してれて面白かったんですけれども、まあこれはこれでなんか別にいいかなみたいな感じに思ったんですけれどもね。うん。で、ヘリがね、背面飛行するんですよね。いや、なんかリアルで、てかアニメーションとかで背面、ヘリの背面飛行みたいななんか初めてだなと思ったんですけれども。まあそうやって敵のヘリに乗り込んで犯人を追い詰めてね、狙撃をしてね、犯人を殺してエクサームだけ奪おうとするんですけれども、そのエクスアームごとね、犯人は落下して落っこっていっちゃうっていうね。この落っこちるシーンもね、面白くて、画面が全く動かないまま、犯人、敵役だけがですね、この豆粒みたいに小さくなっていくんですけれども、めちゃくちゃ安っぽくてね、最高に面白かったですね、このシーンも。うん。という形で、事件は収束しました。今回の自爆テロという話でございましたけれども。うん。今回の映像面についての話は今話した通りだったんですけれども、ストーリーに関しまして、原作の改編がとてつもなくありましたね。うん。かなり駆け足だったというか、このエピソードって丸々1巻使ってやっていた話なんですよね。それを第1話、1話でね、収めていたっていうことで、相当なカットが入りました。うん。キーマンになってくるストレートチルドレンの子なんですけれども、このアニメの方だと、なんか、名前も登場しない感じだったんですよね。冒頭に登場して、終盤に登場して、みなみちゃんに葛藤を抱かせるだけのキャラクターになっていたんですけれども、原作だと、しっかり名前も登場して、ストリートチルドレンの子も何人か登場するんですよ。で、何人も話にしっかり絡んできて、長いことを、なんかいろんな活動を共にしていく過程みたいなのも描かれるんですけれども、そこら辺も全カットで、話もだいぶ変わっていましたね。うん、なんか、始まりと終わりだけ描いたみたいな、感じのエピソードに変わっていました。はい。ということでね、ストーリー面に関しても今回の第2話ははっちゃけていたなと、個人的には思いましたね。はい。というところでございました。今週もね、Xアーム、めちゃくちゃ面白かったですね。まあ、今回も負けました。もうめちゃくちゃ面白かったです。ということで、第3話もね、楽しみでございます。ということで、今回そんな感じでした。それじゃあまた。